初めて会った時を思い出すよ。君のその状態。影山君、やめよう。今日はもう引き返すんだ。君のためだ。影山君には大事なことを教えてもらった。力に頼りきりの僕こそ凡人だってことは、超能力のない自分と向き合うことの大切さ、僕は知ってる。影山君はその努力をしている。影山君は人を傷つけるような人間じゃない。超能力は人に向けちゃダメなんだろう。